はい、ありがとうございます。イタリアから来ました。はい、ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。メニューが、はい、ありがとうございます。何がおすすめですか？はい、おすすめは、一番出るのがチキン南蛮が、はい、もう、もも肉を1枚使ってて、結構ボリューミーな。ボリュームが。いいですね。はい、どうしようかな。何にしますか？そうですね、一番気になるのはやっぱりこの旅行のハンバーグプレート、なんていうのですか、これは。チキン南蛮。南蛮、はい、定食。チキン南蛮ですね。それにしましょうかね。はい、じゃあ自分、おにぎり定食いただいていいですか？はい、おにぎり定食ですね。ありがとうございます。はい、お待ちください。はい、ありがとうございます。今私が注文したのは、もう普段注文しないようなもの。まずね、大盛りの定食。お腹空いたから大丈夫、多分最後まで食べれると自信を持っています。あとは日本のね、カルピスっていつも日本で聞くし、自分も多分飲んだことあるかもかなとは思うんですけど、うん、このミッドナイト飲んでるカルピスは改めましてどんな味なのか確認したいなって思って、好きかな、好きじゃないかもしれないなって思うんですけど、カルピス好きですか？カルピス大好きです。結構小さい子とかも日本人は飲みますね。ね、みんなね、カルピス飲むから自分も好きだなって思って、うん、じゃあチキン南蛮定食待っていきましょう。はい、楽しみです。どうですか？マヨネーズ結構あって、美味しい。すごい美味しそうに食べるの。ありがとうございます。すごいね、量がやばいね。うん、これ食べれる？どうですか？意外と美味しい。レモンの味がする。ちょっとだから酸っぱいのかな。美味しい、びっくり。私ね、酸っぱいのが好き。甘いのはあまり好きじゃない。酸っぱくて美味しい。へえ。昨日ね、メロディーボックスっていうところにね、テッサに連れてってもらったんだけど、めちゃくちゃ飲みすぎた。地元のね、方と仲良くなって、うん、わー、お腹かかる。おにぎりつけるごちそうさまでした。すごいボリュームでしたね。すごかったです。すごく美味しかったんですけど、夜まで何にも食べれないと思いますね。じゃあまた違うとこ行きましょう。はい、大行列ですか？大行列ですね。しかも今メロディボックスに来てるお客さんも見て、ね、びっくり。今夜行きますか？メロディボックス。いや、今夜 いつも来てるじゃないですか。いやいやいや。お弁当買ったんですか？お弁当買いました。何にしましたか？結構ボリュームが、ね、多くて。チキン南蛮弁当です。あ、多分私同じものにしてて。じゃあ今日の夜メロディーボックス集合で。はい、じゃあお仕事頑張ってください。はい、頑張ります。あ、はい、ありがとうございます。またねー。もしかすると昨日メロディーボックスに行ってのカズさん、東京から来ました。やりみたい。いや、持ったことない。沖縄で一回。オッケー。いや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 、シャウトさんがいい。ね、18歳、ヘビ大好き。噛まない、大丈夫。噛まない、大丈夫。わー。オッケー。オッケー。どうですか？ちょっと首絞められそう。怖い怖い怖い。すごい元気。じゃあテシ。行け。どうする？一人でもいい。じゃあエルナブさん。一緒に、一緒にね、一緒に。No, he's moving a lot. Yeah. I think he's very awake. Oh my god. Oh my god. I'm holding it. Yeah. Yeah. Okay. すごいね、ドバルランさんはよくやってる。昔一回だけ、でも
すごいシャーロットさんたくましいですね。まあ茨城左何もない。ねえ、危ない。全然左はないわ。赤浜ビーチですね。こんばんは。ネバネバチャンネルは見てくださってるんですか？多分私の一番若い視聴者ですね。じゃあ注文していきましょう。はい、決まりましたか？まあ、なんとなく。すいません。このスティックモンのお時間1でかい卵焼き。はい。あるから、その選択肢が素晴らしいなって思います。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カンパー。お疲れ様。うん、もうペンジャコラだ。痛い。ありがとうございます。テシ、それお酒入ってるよ。そうか、今ねお酒してたので、ね、ヨーグルトのお酒か。すごいなんかジュースみたいにガブガブ飲んでたから。だから美味しいんだ。だから私言ったじゃん、なんかピニャコラだって。確かに。味、うん。もう2杯目頼もうと思って。あ、いいじゃん。いいじゃん。ところね、ね、あのメロディボックスも行くから。そうだね。違うやつ次は頼むか。お。ありがとうございます。お、それは何ですか？で、私が頼んだ梅きゅうり。テッシュは梅は食べれるの？梅大好き。いいね。いただきます。うん、美味しい。すごい続々とお客さん入ってきたね。パワフルじゃなかったですか？これはね、さっき頼んだアサリバター。ありがとう。初めて。これね、すごい前はお盆の時に福岡ホストファミリーで食べた。もらったことがある。ええー。次は飲みたかったホテルノンアルコールを飲みたいと思います。これもノンアルコールかと思った。すいません。あのノンアルコールのカクテル失敗のおすすめのお願いします。あ、うわ、すごい。ありがとうございます。すごい、これがおじか一でかい卵焼きですか？すごいね。おいしい。甘くない。すいません。あの、ひやっこ1つと、あとはこちらのお弁当、このワンパック弁当の唐揚げでいいですか？お願いします。てし、それは冷ややっこ2個目ですか？そうです。さっきお醤油かけ忘れなかった？そうだ。またそれなしで食べようと思います。どうぞ。何それ？これは何ですか？初めて見ました。お願いします。あ、つまり負ける。もし総力めちゃくちゃ楽しそうじゃん。さあ、せー、海田君もありがとうね。ありがとう。はい、ごちそうさまでした。どうでしたか？すごいあったかい島だね。すごいですね。うん、はい、じゃあ次、テシの
行きつけのお店に行きましょうか。ましょう。ありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。すごく美味しくいただきました。ありがとうございます。はい、皆さんこちらは行きつけのお店のメルディボックスです。今夜もよろしくお願いします。週どれぐらい通ってるの？毎日でございます。でもあのソフトドリンクとかウロン茶、温かいウロン茶も飲むし OK です。ちょっと行きますか。はい、こんばんは。昨日ありがとうございました。やめられたでね、退職して、福岡でお茶して、一緒に飲もうかって言って、こちらの作り方を学ばせていただきます。じゃあ、自分もそれお願いします。すげえ。わー、すごい。いただきます。イタリア語で。イタリア語で。サルーテ。サルーテ。自分で作ったお酒はどうですか？作って、勝手に美味しい。の天ぷらですか？そう、上になってる青の青茶の天ぷら。はい、皆さんということで、まあ、今日は様々な島とか、お近に来た方々と交流をなどを見せてきたらなと思いますが、いかがだったでしょうか。そして東北から来た、来てもらった方がどうでしたか。お時間とか、お時間の方々との交流は、なかなか貴重な経験になったと思うんですけど、いや、もうみんなあったかかったし、ティッシュがすごい島の人に受け入れられているのが伝わってきました。嬉しいですね。ね、ありがとうございます。じゃあまた明日は、今日朝早いんで、はい、早く寝てください。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。エンディング、皆さんもしこの動画楽しんでいただけたら、ぜひよろしくお願いします。グッドボタンお願いします。ありがとうございました。皆さん、ご協力ありがとうございます。またね。またね。ありがとうございます。